世界中のサッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。今夜はとても綺麗な星空が広がっています。さあ注目しましょう。今日の一戦、チェルシー FC 対群馬ワールドプレミアシップディビジョン1第11節、実況八塚でお送りします。グラウンド上に選手たちが入ってきました。チェルシー FC、 これが予想される並びです。これに対します群馬、フォーメーションです。前半の45分が始まりました。パスを送ります。チャールズ、ここはボールをカットします。いやー来たか。ここはディフェンス頑張ります。コーナーキック、合わせた。このシュートは外れました。さてゴールキックで試合再開です。バウアー、うまく体を入れました。左に叩きます。ミステル・ルーイ、ここからどうしますか。なんとかボールをキープ。バウアー、ダイレクトで展開。これが決まった。群馬、待望の先制点が入りました。さあ試合再開です。パスをつないでいきます。うまく守りました。群馬、中央から突破を図る。エクセレントタックル。イバノビッチ、いい読みでカットします。ベルベットパス。パスを送ります。岡崎、素晴らしいテクニック。岡村、さあサイドから行きます。パワーチャージ。シュート、なーっときた。群馬、大きな追加点が決まりました。さあ試合再開です。イバノビッチ、どう組み立てるか。アスピリクエタ、左にパスを出します。チェルシー FC、 ここは左へ。チェルシー FC、 ロングパス。小川、ここでカットします。どう組み立てるか。テクニカルトラップ。群馬、ハーフタイムに選手の交代があったようです。群馬、パスをつないでいきます。後半3分。バウアー、危ないところを防ぎます。ボールを離しません。モア。群馬、右へ。いい動きです。チャールズ、さあ中央から行きます。ディフェンダーがうまく止めました。ここからどうするか。ベルベットパス。さあ組み立てます。チャールズ、ここはボールをカットします。パワーチャージ。
チェルシー FC。 左へ出します。これはファール、リプレイです。福澤、危険なプレーです。オスカル、彼が入ります。さあフリーキックです。サキ、ここでカットします。群馬、どう持っていきますか。右に叩きます。左へ、岡村、鬼重、チャールズ、これがチャンスになってどうか。合わせた、あーっと来た、ゴール、群馬ゴールを奪いました。0対3。チェルシー FC、 どうやら選手交代のようですね。マリン、ここで入ります。キックオフで再び試合が始まります。ジョン・テリー、右に叩きます。ベルベットパス、ここはディフェンダーが止めました。ここからどうか。面白い、あっと、ゴールマウスを捉えきれませんでした。交代のようですね。アザール、彼が入るようです。さてゴールキックで試合再開です。ボールを回していきます。フリーエンドパス、ここからどうか。つながるか、群馬、さあサイドからいきます。スナイパーショット、このシュートは外れました。ゴールキックで再開です。いい動きです。岡村、これはカットします。群馬、ここで大きく左へ、リーベ、ここでホイッスルです。群馬、勝利を収めています。Thank you.